クレヨンしんちゃん嵐を呼ぶ栄光の焼肉ロードは2003年4月19日に公開されたクレヨンしんちゃんの劇場映画シリーズ第11作目。本作品から監督が原圭一から水島勤にバトンタッチ。上映時間は88分。興行収入は約14億円。今作より制作体制をデジタルに移行した。キャッチコピーは橋んのすけ。 野原一家が指名手配水島つとむの第一作目は前作までしばらく続いてきたウェットな感動ストーリーとは打って変わってジェットコースタームービー的な逃亡劇とドタバタコメディからなる娯楽作となった終盤の舞台に熱海市が起用されており実在する数々の場所が細かく描写されている一方映画の都合上各空の施設なども存在しているまた ゲストキャラクターの名字は、伊豆半島の地名が使われている。初代、大原七子を演じたさゆりと、初代、鳩ヶ谷ミッチーを演じた、草地明恵が出演する最後の作品となった。七子役は、第23作目、オラの引っ越し物語サボテン大襲撃から伊藤聖が、ミッチー役は、第14作目、伝説を呼ぶ踊れ、アミーゴ。 原大本巻子がそれぞれ担当している。双葉商事のメンバーが劇場版に初登場した。平成15年度文化庁、メディア芸術祭アニメーション部門の審査委員会推薦作品に選ばれた。野原家以外は、熱海最後を装着した新之助により、一家が指名手配犯とされた事実が抹消された後は、登場せず、その後はどうなったかは不明。 2003年公衆10億円以上番組日本映画制作者連盟2017年11月19日閲覧ありがとうございます。